えこんにちは。荒木和弘です。令和4年4月4日、47日の月曜日です。えー、ショートメッセージをお送りします。えー、今日は、あの、準備のお話です。えー、拉致会社の救出に自衛隊をということをですね、まあ、予備役ブルイボンの会で言い始めてから、まあ、よくある、う反論でですね、えー、法律が整っていない。あるいは、えー、情報がない。 えというようよな話がありましたで、えー、まあ、いつまでたっても同じことをですね、言い続ける方々が、まあ、おられるんですけども、この間、3月13日、奈良でシネマフォーラムやったとき、一緒にミニトークをやりました、吉本商工予備役ブーリボンの会の幹事で、現在は奈良のお寺の住職をされてますけども、元は、えー、特定 あの特殊作戦軍の副中隊長だった方です。えー、吉本さんと話をしててですね、ねあの吉本さんが言った言葉で非常に印象に残っているのは、20年あったらできましたよねという話です。えー、20年、つまり5人が帰ってきた時ですね、あの第一次小泉包丁からもう20年、9月で20年になります。10月に5人が帰ってきています。で、えー、この時から、 20年の間にですね、情報を収集し、法律を整備し、ということをやっていれば、あもうその足りない部分は全部補っていただろうということですね。まあ20年もかかなかっただろうと思います。これはもう憲法改正まで含めてできたんじゃないだろうかと。まあ私はあの、憲法改正しなくてもできるという立場ではありますけども、憲法改正だって、まあ全然できてても不思議ではなかったというぐらいなんですね。 で、えー、情報がないっていう人がいます。で、情報がなければ探せば、あの、集めればいいわけですね。で、えー、何もしないで情報が勝手に向こうからやってきてくれるってことはありません。で、えー、人からもらう情報というのはどうしてもですね、あの、相手側の都合によって、えー、まあ、あの、変えられることがある。 えー、自分たちの価値を高くしようとするとか、あるいはですね、えー、日本を、まあ、あの自分たちの望む方向へ動かそうとするとか、まあそういう情報っていうのも多いわけで、やっぱり自力でしっかり集めていかないとですね、情報って集まりません。で、えー、それがですねあの、もう20年あれば十分にできているはずなのにやっていない。まあそれどころか、えー、やっと集まってきた情報、わずかな情報ですら、今度は、 何も使っていないということなんですね。で、法律です。え、ある時ですね、自民党の国会議員と一緒にシンポジウムに参加しておりました。その時、その議員さんが言ってたのは、もともかくできないということの繰り返しでした。え、法律上、自衛隊法上ですね、拉致まあ、要は拉致会社救出はできない。 で、えー、その法律でこれができるとか言ったって、それは法律には立法趣旨というものがあって、えー、要はその法律はどうしてできたのかということを前提として考えると、まあできないんだという話でした。えー、まああの その法律を変えたり、作ったりするのはあんたの仕事じゃないのというふうに言いたかったんですが、まあちょっととある理由でですね、えー、言えませんでした。でもあの時、今考えてみると、あの時ですね、ちょっとあの机ひっくり返して、そう言っちゃえばよかったなというふうにですね、あの、反省をしてます。で、えー、法律だってなんだって変えられるわけですよね。で、その拉致被害者を救出するということにですね、あの、その法律を作れない。 え、あるいは直せないということをですね、あの国会議員が自慢げに言うということ自体が極めて異常な話だったというふうに思います。でもこれ別にですね、その人一人だけの問題ではなくて、結構多くの議員さんがそんなふうに思っているんではないでしょうか。で、でもこれやはり変えていかなければ仕方がない。別にですね、 我々が言ってるのは、あの、自衛隊を、部隊を上陸させてですね、戦闘して取り返せという話ではない。まあ、いざとなったらそういうことやるぞっていう姿勢は必要かもしれませんけども、現実に言うと、まあ、それやったって取り返せるという可能性というのは極めて少ないだろうと。まあ、取り返せるのはごくごくピンポイントでですね、やっていくしかないです。で、それ以外に、今度は、相手側に対して様々な形で圧力を加えると。 で、それによって相手側を話し合いに引き出したいとか、あるいは、えー、相手側の分裂をですね、えー、削して、そして、えー、今の政権に敵対する勢力の力を借りて、で、被害者を救出するとか、まあいろんなことあると思います。これはもう本当に、えー、その、それぞれの現場の状況によってですね、変わりますから、あの、別にですね、こうしなきゃいけないというもんではないです。えー、仮に、 ただもう話し合いだけしてですね、それで分かりました、帰ってきますという話になりゃ、もちろんそれに、それに越したことはないわけで、ただ全てのことを考えておかないと、相手はですね、別に日本の法律を守って拉致をしていったわけじゃありませんから。 え、それをですね、取り返すためには、やはり、その法律とかそういうものを超えたものが必要で、そして、その法律もですね、可能な限り変えることができるはずだということです。で、拉致問題対策特別委員会が、まあ本当にですね、1年に1回開かれるかどうかと、 実質審議はですね、えー、ということ自体が、まあもう基本的に国会のやる気がないということでもあるんですね。えー、まあそれぞれの各党、あの、与党も野党もですね、それに邪魔しようというわけではないんですけども、やっぱり開けない。えー、これはまあ一つにはやはり政府のやる気がないということしか、まあ、考えられないだろうと思います。で、えー、もうこれだけ時間が経っていて20年、えー、というのはですね、 あまりにも,も我々これはもう私も含めてです、えー、やはり何もできてこなかったということで、えー、もう責任を痛感せざるを得ないですねそういうことを痛恨の極みとかですね断腸の思いとか、まあ、あの軽く言うんですから、まあ、そういう言い方をしてもいいのかもしれませんけども。 まあ、ともかく、もう今からでも、やはり、準備をしていかなければいけないだろうと思います。えー、これはまお役所は、あの、できない理由については、本当にですね、えー、すごいなと思うほどですね、そういう理由を、まあ、作る。 ことは、ま、あの、得意なんですけども、我々そこでですね、あ,あ、そうですかで終わってはいけないということですね。えー、具体的にどういうふうにするかということをやっていかなければいけないというふうに思います。えー、ぜひ、まあ、皆さんもそういう意味で、あの、ご協力をお願いします。本当にですね、えー、これだけの今までの時間を、があったら、本当だったらは、えー、もっといろんなことができたはずだということですね。だから今、これからでも、 できることはともかくやっていかなければいけないえということに尽きると思います。準備ができていないというのは、もう単なる言い訳えいや、言い訳にすらならないということです。今日もありがとうございました。